16日目スタートです。よろしくお願いします。スペシャル牛牛号を放牧に出したよ。放牧っていうのは、秋になって寒くなるまで牛をずっと外に出しておくことなんだわ。マジで？なんで？まだ子牛だからさ、大人になるまでは子供を産んだり、おっぱいを出したりできないっしょ。だから大きくなるまでは餌代や手間がかからないように、放牧地に出しっぱなしにしておくのさ。出しっぱなしにしておくのさ。最初は寂しいかもしれないけど、物みたいな扱いだね。一日中遊び放題、草食べ放題だから慣れてくると結構楽しいんじゃないかな。そうね。雨が降ったらどうするの？木の下に固まって雨宿りしてるっしょ。なるへそ。なるへそ。じゃあいただきます。じゃあいただきます。いただきます。腹立つな、まとめやがってこいつ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕レンガで橋を作ったよ。それ。森の中へつながる綺麗な橋ができたんだ。うん、そうなんだ。うんうんうん。じゃあ緑、奥の淵の方までまた一緒に探検してくる？うん、行く行く。やった、しかも乗り気。新しくできた橋のところに集合ね。デート。うんうん。この前は結局おばあちゃん家まで一緒に行ったんだけど、この子ってちょこっと頼りないんだわ。そうなんだ。そうなんだ。じゃあ僕くん、今度はしっかりしなくちゃ、ね、任して。おとなしく名誉挽回するんだよ。ナイトとして私が連れて行こう。いや、今日もいい日やん。というわけで、ココロリンクゲームズのベイ君と申します。僕の夏休み3の実況やっていきます。よろしくお願いします。デート会行きましたな。ワンピース出てきんの？ほんでワンピース、ワンピース、ワンピース、緑ちゃんのワンピース。はあ、はあ、よし、ちょっと待って、服変えよう。デートやからな。どうする？デート、白は良くないな。犬やな。犬で行こう。緑ちゃんの犬になります。みたいな感じの、醸し出そうか。うん、それで行こう、それで行こう。ちょっと牛に餌とかやるのめっちゃめんどくさいんやけど、なんか放牧したとか言ってたやんか。なんかその辺とかやらなあかんねやろうと思うけど、こっち見よう。確か放牧したとか言ってたから、こっちの方のかな。あれか、あれか。ボク君、うん、放牧中の子牛たちの名前教えてあげよっか。うん、教えて教えて、うん、教えて教えて。あんま教えていらんかもしれん。もう別に興味ないから牛は。じゃあまず、うん、この子はねピロシキっていうの。ピロシキ、変な名前。食いもんやんけ。緑がつけたんだわ。ピロシキって何？カレーパンみたいなやつよ。空気満々やな。うん、もしかすると内地では知られていない食べ物なのかな。めちゃめちゃ空気満々やな。もう最初っから恐ろしいな。産んだ直後から空気やったんやろ。牛丼にしたみたいなもんやんな。あのなあ、何やったっけ、名前忘れた。ハガレンの作者の漫画のなやつ。おお、コバネイナゴね。よし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 。これな、これ出たらあかんよね。この辺から話しかけたらできるのかな。あ、いけるいけるいける。大きなフォークがある。あ、違うわ。スパゲティは100人分でもペロリと食べられさせたな。じゃあこれマジでもう牛乳やらんでええの？やったやん。あ、ほんで、めんどくさいけど、あれするか、何やったっけ。水やり。ツバメシジミ。うん、まあまあ、もらって。んで、これ、水やって、この移動で多分時間過ぎてるんやと思うよね、このゲーム。だからあんまり移動したないねんけど、まあ、しゃーなしで水やるやんか。みんなもうデートが気になってしゃーないと思うから、ちょ、俺急ぐな。すまんな、みんな。あ、ニューとか出てるけど、ちょっと一回無視して、ニューとか出てるけど、ちょっと一回無視して、ほんで、ツバメチェックを怠らへんで、絶対に俺な。ツバメだけは失いたくないから。大丈夫ですね。はい、大丈夫です。OK です。今、ニューっておったっけ、それも一回無視するな。もうとにかく見に行こう。まあ、いや、これも多分大丈夫よ。牛牛ごもいいとして。で、こっちです、こっちです。さあ、お待たせしました、皆さん。ニューか。これは取っとくか。はいはい、札幌吹きバッタね。はいはいはい。お前はなんかこの辺にニューおってん。あ、いたいた、お前な、お前な。難しいか。うわ、でけえ、キアゲハ。気持ち悪い。さあ、ニューおんねやろう、どうせ。おらんかった。さあ。まだか。さあって言って、手前行こうとしたけど、手前ちゃうからね。間違ってるからね、ベイ君。赤縦派。うん。
なんかコンプリート率高まってきてんちゃう、ちょっとずつな。いきますよ。ニューな、あるかー、ニュー。ごめんな、みんな、ほんまに。緑ちゃんのデート、ビッグー、エゾヒメシロチョ。いきます。武器持っていくはないってやからな、今回の俺は。さあ、来ましたよ。あんたが作った橋？うん。そうだよ。僕が直したんだ。なかなかいいじゃない。あ、褒めてくれた。さあ、デート行くか。森の中へ入ろっか。うん、入ろう入ろう。この森を抜けて、坂をずんずんずんと登っていけば、ヒリヒリ岳の山頂へ行けるんだ。かわいいな、みどりちゃん。ヒリヒリ岳？そうよ。この辺では、ウーテー山の次に高い山なんだわ。今日は山のてっぺんまで行くの？無理無理。今日は森を抜けて、うん、桃の川の上の方にある、奥の淵ってところを通って、はい、最後に大神のおばあちゃん家の近くまで行くのさ。おっしゃ。途中おっかないところもあるけど、デートプラン頑張ってくるんだよ。デートプラン立ててくれてるな、みどりちゃん、すげえな。デートにならないように来たよ。みどりとは一緒に歩かないで少し遅れてついてくるのよ。うん、わかった。じゃあ行くよ。可愛すぎんねんけど。可愛いしょね。めちゃめちゃ可愛いやないか。撮るね、録画終了したぞ。うわー、嬉しいな。っていうか、こんな時にね、彼女いたら楽しかったやろな。こういうとこは原生林っていうのさ。うんうんうん。どういう意味？確か人が一度も触ってないっていう意味だよ。じゃあ、どうしたバイバイ。ベイ君どうした？バイバイ言われてんで。一緒に行きたくない、一緒に行きたくないってあれか、デートと思われたくないから。かわいいな。なんか一緒に帰ってると勘違いされるからっていう恋愛キャラいたよな。なあ、ネタに一時期めっちゃされとったよな。虫とかもうどうでもええわ。やっと来た。来た。ずいぶん時間がかかったわ、ね。ごめんね、待たせて。そうかな。こんなところに女の子が一人でいるなんて、うん、おっかないんだから。山の中で熊に出会ったことあるの？あるわけないっしょ。ナイトとしてベイ君行こうぜ。北海道の人はみんな熊に会ったことがあるんじゃないの？バカにせんといて。死んじゃうかもしれないんだから。なあ、バカにせんといて、ベイ君。めったにないよ。そうなんだ。でも山の中で切り株とか大きな岩の塊を見て、うん、熊だと思ってびっくりすることはあるよ。僕くんね、ちょっと一緒にうなずいた。かわいいな。じゃあ次へ行くよ。ちゃんとついてきてね。バイバイ。バイバイ。何ねこの可愛さ。どないしてん？お地蔵さんもっかみとくか。ちょっとだけ首をかしげたお地蔵さん。はいはい。もうこれ予習。すまん。ニューに釣られた。カラフトヒョウモン。オッケー。来ました。ここ見たぞ、見たぞ俺も。あ、すごいところだね。うん。ここが奥の淵。うん。この下が桃の川なんだわ。桃の川ね。この橋ちょっとおっかないよね。橋言う？それも。お先にどうぞ。ねえみどりちゃん、うん、僕が先に行ってもその後一人で渡ってこれる？これはもしかしてフラグ？じゃあ僕と一緒に渡ろう。よしよしよし、よく言った。怖いけどおじちゃんおばちゃんがしっかりしろって言ったから。よう言ったぞ。今回はちょっと頑張ってみるんだ。手をつなげ、いけ。よし行こう。つながんか。いや、やっぱりおっかないよ。よし、そこでもう抱きつけ。僕も。いけ。あー、ちゃうか。やったおっかなかったけど、ちゃんとできたね。でもドキドキ効果って言ってね、ドキドキ一緒にしたらすげーね、恋愛発展するんよ。でも、うん、一緒に渡っちゃったからデートになっちゃったね。よっしゃ、デート。うん、そうだね。うん、そうだね。じゃあこれは二人だけの秘密にしよう。え？うん、そうしよう。じゃあ約束だよ。え？ゆびきりげんまん、ゆびきりた。付き合ってる。付き合ってます。彼女できました。降りられない。ねえ、このままじゃおばあちゃん家の方へ行けないよ。うん、いや、彼女できましたんで私。こんなのへっちゃらさ。どうすんの？飛び降りる気？君、彼女できたから。はしごにした。ちょっと見直しちゃった。どのくらい？何してんの。この柵危ないからやで。あったのさてと、今日のデートはこれでおしまい。あ、ここからは一人で帰れるよね。どうだろう。どうだろう。大丈夫よ。帰れへんから一緒に帰ろう。じゃあね。意外に楽しかった。バイバーイ。マジこの子可愛すぎやろ、みどりちゃん。この柵な、危ないから作ってたわけであってな、はしごにするためちゃうからね。まあいいや。ニューあるんやろ、どうせ。はい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 。いやー、今完全にもう付き合ったっていう、あれを。
得たよな。でも内緒にしとこう、やっぱ恥ずかしいからみたいなのね。まあまあ小学生やから、まあそういう気持ちもわからんでもないから。すげえな姫白町。もう長女とかほんまどうでもええもんな、正直な話したら。なあおばあちゃん、ホワイトアスパラの畑って見たことあっか？ないないない。白いアスパラ？うん。そうさ、この辺は一応白いのも緑のも特産地だからね。うんうんうん。ホワイトアスパラの畑はね、土しか見えねえのさ。アスパラはどこにあるの？お日様が当たらねえように拝ってきた分だけ上から土をかけんだわ。ほう、だから白いのか。分からんけどな、おばあちゃんもうちょっと詳しく。お日様に当てねえから白いアスパラになんのさ、うんうんうん、もやしみたいな感じね。まあよう分からんけど。おー、ニュー、お前よ、あーくそお前に虫網ぶっかけたかってんけどな。ねえ、おじちゃんが住んでる札幌ってここから近いの？うん、うん、すぐ隣町だよ。寮ね。車で2時間ぐらいさ。それって近くないと思うよ遊んだけ。俺前回ね、こいつ誰とか言ってたけどね、おばあちゃんが息子ってめっちゃ表現しとったからね。もう全然俺話聞いてへんねんなと思って。あ、お前はええわ。しかも全然集中してな。よし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 、量をゲットした。姫しじみ。なんか取ったことあるような気がするけど、姫しじみってな。ほら、息子よ。もうちょっと詳しく話聞かせてくれるか？例えば、道内で引っ越しすんのに、うん、荷物だけトラックで送って、人は飛行機で、なんてことも普通にあるんだよ。北海道は広いんだから。まだガキ扱いか。まだガキ扱いですか。例えば、例えばはもういいからさもうええよ、例えばはな。あ、夕方になりましたな。いや、しかし今日はね、もうあのデートを私男になりましたんで、まあどうでもいいかなって感じでさ、夕方も夜もね。いや、夜はお楽しみか。まあようわからんけどな。ほら、はい、何？うわー、羽長キリギリス。キリギリス、すげえレアやな。キリギリスとかもおんのか、ほんまに今の時代。俺の時代ですらキリギリスなんか見たことないからな。よし、行くぞ。今日もじゃあこれ挑戦しましょうか。え、そしたら絵日記これになったらどうしよう。ちょっとね、さっき、すぐさっきというか前はすぐ潜ったから、ちょっと行ってからこの辺から潜り出そうか。あ、よくわからんけど、めっちゃ怖いねな、これマジで。なんかない、なんかない。これ死ぬのやむなしなんで。うわぁ、すっげぇ。でもな、一瞬見えた気がしたけど、何やったか。こっちになんか光ってんの見えたな。やばい、ないないか、自分の泡やったか。残念。ダメだこりゃ。あ、ここ一回行ったことある。あ、ないんかな、じゃあここ。どうなん？全然痛くない、こんなん死んだところで。だってもうデートしたもん、俺。みどりちゃん、デートした後、どこに行ったかがポイントです。歌ってまーす。会いに行きまーす。俺の彼女に会いに行きまーす。カラオケ行こうぜ。なあ。3時間フリータイム行こうぜ。3時間フリータイムでようからな。3時間行こうぜ。カラオケな。どうよ。ここって、おっきな声で歌っても、隣の家に迷惑がかからないし。とってもいい場所だね。あんたんちでは無理なの？これ聞いたことあるで、うん、俺。すぐ隣が隣だからね。これ聞いたことあるで、俺。もうループ？まあ、もう一回聞こう。みどりちゃんの声聞きたいしな。はい。隣が隣なのは当たり前じゃないの？で、はい、ズコー。いる？違う。で、怒んねんな。すぐ隣が隣なんだってば。みどりちゃん困ってるやん。みどりちゃんめっちゃええ子やな。子供の世話もしてな、偉いわ。それに引き換え、僕くんよ。お前は何をした今日。潜って死んだだけやぞ、お前。なあ、風呂入れへんから。ああ、風呂俺2、3時に入ってない気がすんな。飯当てクイズないのもう。ある？僕くん、おし、今日の晩ご飯は何でした？来たよ、来たよ、ヒント、ヒント。うちの自慢の牛乳をたっぷり。
プリたくさん使います。はい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 、チーズ？あー、この程度か。チーズとか行くんかと思ったのに俺。というわけでホワイトシチュー行きましょうか。春巻きアラカルト食いたいな。でもな、ピーマンの肉詰めも食いたいけど、昔でも子供の時ってなんでピーマンつけてんみたいな感じ思ってませんでした？皆さん、ピーマン、今ピーマンの肉詰めめちゃめちゃうまいからねよくピーマンつけてくれたみたいな感じのレベルでピーマンの肉詰めってうまいよね。まあいいや、ホワイトシチュー食おう。当たるか外れるかわかんないけど、うん、楽しみにして待っててね。ただね、俺シチューだけはね納得いかん。これどうしたらええの？米食えへんやん、シチューって。その割にはこれだけで満足できるもんでもないやん。ドリアやったらまだわかるやんか。でもな、シチューってどうしたらええのっていうとこない？はい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 。このネタな、多分100人以上の人がやったやろな。このネタテレビとかでも、シチューってどういう食い物かわかんないよって言ってるやつ絶対いっぱいおるやろな。いただきます。シチューで合ってる？で、米食おうとしてるやつおんねんけど。俺の話聞いてた？さっきの。シチューで米食えへんからあんま、うんうん。お前昨日晩御飯の後いなくなってたけど、どこに行ってた？チェック入った。ピロシキとお話してたんだ。チェック入った。話しかけたりとか。今日もこの後行くのかい？うん。うん。なんでなんでなんで元気ないの？行くで、俺も行くで、一緒に行くから守るから安心してくれ。俺が守る。俺がお前を守る。だからお前は俺の後ついてこい。みたいな。イケボで行こうかな。おばちゃんは算数が得意なの？そうだよ。みどりも算数が得意なんだ。あ、そうなんや。マテな性格なんだわ。マテな性格。そうよ。几帳面なの。そこはマメって言えよ。じゃあおじちゃんは待たないの？あれ？マテってわかんない？方言なのかな？いちいち方言使うなや。なあ。あ、なんか歌かかってるけど。まあ、とりあえずじゃあ、表行こうか。多分こっちやろ。いや、風呂入ってから行きます。って言って寝てもうたらどうする？この行き来で多分時間経ってるよな。大丈夫かな。ちょっと不安になってきたけど、とりあえず風呂入って。よしよし、二日前。危ない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 。綺麗にしてから行こう。はい、100。オッケー。100秒数えて。で、綺麗綺麗して、なんかポリポリして、なんかしゃげまだフケがあったという話。はい。さあ、意気揚々と、俺の彼女。こっちね。緑に、会いに行く。あ、着替えようか。そやな。風呂入ったもんな。白で行こう。白地で行こうか。よし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 。パジャマに着替えて。かわいいね。手伝うで。はいはい。山の中の探検楽しかったね。よっしゃー、この会話はでかい。ねえ、あんたってやっぱりあの時のこと覚えてんじゃないの？何のこと？結婚の約束やろ。小さい時この家に遊びに来て、うん、ウソンコで私と約束したことだよ。来たよ。みんないきなり何かを思い出したような。ダンカンは出てこんでええから。もうでもやっぱり気のせいだった。やばい、もうこれ結婚やわ。ちょっと早いけど、僕がした約束って何？うん、何って聞かれても困るっしょ。うわぁ、これやばいな。僕がした約束やばい、これかわいすぎる。何このゲーム、めっちゃおもろいやん。1も2も僕くんってこんな感じで恋愛してたからなめとんな、この男なぁ。これ、あいつに餌やれへんのかな？よし！これをスペシャル牛牛号にあげればいいんだ。どうなんやろ、どうなんやろ。もう放牧してるから、飯いらんってことなのかな？あー、やばい。これは、寝るか？大丈夫やった。緑。だいぶやばいけどな、俺な。あ、いってるいってる、勝手に寝てる。どう。よし。いいね、やっぱあげれますな。はい、ミルクだよ。うんうん、スペシャル牛牛号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。このね、かなりっていうところが結構感情こもってるよな。かなり。いやでもこれね、だから何回も移動せなあかんってことやから、時間めっちゃ経つよな。ほら、もう眠なってもうてん。あんまもうやらんとこかな、あいつに餌。絵日記書いて
おやすみなさい。さあ今日の絵日記はめっちゃ楽しみですね、うん、みんな。おやすみなさい。あやさて行きましょうか。じゃあね、絵日記、この絵はうまかってんけどな。ここで一回押してね、ここでね。では16日月曜日ですね、記念すべき私とみどりちゃんの、まあ、付き合った記念の日ですね。覚えとかなかな、ちゃんとな。付き合った記念日と、まあ、結婚記念日、そういうの覚えていきましょうね。女の子のためにそういうのを気にするタイプやから、女ってやつかな。では行きますよ。ボン、デートすぎるみどりちゃんと山の中を、探検。時々怖いところがあってドキドキしながら歩いたよ。これな、先にまず文章のうまいところ言っていい？時々怖いところがあって、その時々とドキドキをかけてます。ベイ君はね、この僕君は天才ですわこいつそして絵がピンク、背景がピンクって普通ありえへんけど、これは恋愛してドキドキ感が出てるピンク、ドキドキ感を表すためにあえてピンクにしてるわけですよ、背景をね。すごないこれ。子供がよくこういう絵描いたら、大人が背景がねピンクなわけないじゃないって言ってるけど、これは感情を表現してるんですよ。もう天才ですわ。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました、よかったらチャンネル登録、そしてコメント、高評価よろしくお願いいたします。またツイッターもやってます、動画の説明のところに全部リンクが貼ってますので、ぜひぜひフォローお願いします。ツイッターのフォローぜひねやってください。私に絡みに来てください。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。心リックゲームズのベイ君でした。それでは、17日、お楽しみに。バイバーイ。そして、おやすみなさーい。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。